はい、どうもこんばんは、皆さん、ライブラリーです。CASEC、男さん対戦よろしくお願いします。これじゃん。今のシングルレート1位のやつじゃん。相手、結構有名な人ですね。まあ、普通にポケモンやってる人だったら知ってるぐらいの人なんだけど。相手、これ、クワガタで全部破壊できるだろ。来たぞ、これ勝てるぞ、みんな。たまたま適当に入れてたクワガタが、マジでぶっ刺さる時が来た。クワガタ、どうしようかな。クワガタゲンガーとかでいいかな。相手が何出してくるかわかんないんですよね。絶対クワガタだるいと思うんだよな。クワガタの耐性とボルトチェンジでサイクルコントロールしつつ、メガゲンガーで抜いていくみたいな。まあ、CS ベースの3ウェポン型なんで、まあ、ゲンガーから入るか。ゲンガーから入って裏にクワガタ置いといて、ラストどうしようかな。カビゴン熱く見るんだったら、カプテテフ。まあ、挑発あるんですよね、テテフ。で、スパーゼットなんで多分カビぶち抜けるんで、テテフか畑あるランドなんだけど、まあ、切るんだったら、タスキミミッキュが、なんか一番ステローとかね、砂巻いてきそうなやつもいないんで、まあ、クレセリアがゴツゴツめったって、それでタスキ潰される可能性はあるけど、どうしようかな。いやでもなんかルカリオとかもね、だるそうなんで、カビゴン来なさそうだから、ミミックにしよう。対戦よろしくお願いいたしますということで。まあ、クワガノンね、なんで使おうかなと思ったかっていうと、なんかアローラリーグの話をね、した時に、なんかたまたまクワガノンのアニメ映像を見たんですよ。なんかクワガノンのアニメ映像めちゃくちゃ可愛くて、どっかで使いたいなと思って、対戦よろしくお願いします。まあ、クワガノンは結構優秀ですね。電気虫タイプに加え、あ、グロスから来んのか。あ、はいはいはい。特性浮遊なんでね、弱点も結構少ないし、で、ゲインガーから入って、一旦守りますか。相手のグロスが耐久ぶりだったら CS ゲンガーのシャドーボールでもね、グロス飛ばせないんで、ちょっとここは引いて、クワガタに引いてクワガタから対戦を立て直していこうと思います。まあ、相兵か、自信だと思うけど、どうなんだろう。自信だったら透かせるし、相兵だったら、電気なんでね、半減で受けれるし、そっからボルトチェンジゲンガーできるんでね、試練はやばい試練はやばい待て待て、試練はやばい。マジ、試練はさ、だるいってマジで。試練、あ、確かにな、試練あったな、そういえば。忘れてたわ。普通、あんま、メタグロスでね、試練採用してるやつあんまいないから。やべえ、これ、クワガタが死んじゃう。メタグロス対策のクワガタが。やべえ、火星、うわぁちょ、負けるんだけど。ちょ、助けて、やばい。グロス一匹に全員殺される。これさっき言ったみたいにね、メガゲンガーから入れないんですよね。シャドーボールで落とせないし、思念で返されるんで。なんで、ミミッキュから入って、でもワンチャン相手のグロスさえどうにかできれば、まだメガゲンガー通せる可能性があるんでね。カプレヒレもゲンガーでいける可能性があるし、ランクルス、ピクシーもね、あ、この急所結構でかいかもな。ランクルス、ピクシーも、なんだ?ゲンガーでいけるんで、全然まだワンチャンあるということで。てか、この急所はね、マジででかい。しかも、ミミッキの方が早いんで、あれ耐久ぶりですね。相手のグロス。しかも、かなりがっつり、耐久に振ってる臭いけど、ここでシャドウクロ一発急所に当てたおかげで、次のシャドウクローで落とせるから、これ一発目急所当ててなかったら、二発目のシャドウクローで、グロス飛ばせないからね。で、これは助けあるんで耐えます。で、シャドウクローでグロス倒します。まあ、カビゴンいたらね、もうだいぶきついっすね。ミミッキュでもカビゴンじゃない、ゲンガーでも倒せないんで、ちょっと焦ってて、ちょっと口ってか喋りがぐちゃぐちゃになってる。クレゼリア、なるほど。これトリルだと思うんだよな。トリル、サイキネだったらやばいけど、ここトリルだと思うんだよな、パーティー的に。なんでミミック下げて、トリル読みですね、これ。まあ、サイキネ来たらゲンガー飛ばされるんで、マジでやばいけど。オッケーオッケー、しっかりトリル読んでいく。で、トリル読みでゲンガー着地させとくと、全然まだあって、ここは守るですね。トリックルームをカラス動きをするんですけど、守る、ミミッキュ切り、守る、ゲンガーツッパーで、トリルターンが切れるんですよ。で、ゲンガーはクレセリアの再起ね、は一発は絶対耐えるんで、多分ちょうどいい感じに切り返していけると思うんですけど、まあ、相手のラスト次第だな。グロスクレセ、誰だろう。トリル3ターンなんで、さっきの計算多分合ってるよな。間違ってたらやばいんだけど。2連守るはする必要はないですね。2連守るすると、相手に逆にトリル与える隙与えちゃうんで、で、3キネでミミッキを釣って、ちょっと多分、ラストゲンガーで勝てるやつ来い。ゲンガーで勝てるやつ。で、ゲンガー投げまして、で、トリルが残り2ターンなんですよ。で、ここは、
守るですね。ここシャドボで殴って次守るとかだと月の光とかさせる余裕与えるんで、一旦守って、で、最近のオッケー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 。で、まあ、これは絶対マジで、メグゲンガーはクレセごときの最近だったら絶対耐える。え、デンジャー貸せ貸せ貸せ、ちょっとね、マジダリーちょ、デンジャーは、うわー、しかも痺れて動けないし、デンジャーは、効いてない。デンジャー、トリルーとデンジャーの両立とかやめてくれよ。ちょ、痺れたから負けなんだけど、最近ね最近ねで、シャドウじゃ相手のクレセ倒せないもん。シャドウボール、で、ワンチャンこれ急所とかでぶっ飛ばしてさ、相手のラスイッチがピクシーだったら、はーい、お疲れ様でーす。普通に負けるべく、して、負けたわ。あー、みんな怒られるわ。対戦ありがとうございました。バロキッズさん、対戦よろしくお願いします。今日どうした？動画のネタのハッピーセットなんだけど、今日やばくないか？ってかなんか、ここ最近、あれだな、バロ、この前もなんか原田直樹か、にも当たったし、今日バロキッズでしょ。なんか最近多いな、こういうやつ。やっぱ僕の動画見てね、ポケモンやってる人、ポケモン界救ってるね、僕。うん、僕の動画見て多分ポケモンやってるんだろうなっていう、そういうことが伝わってくるトレーナーネームですからね。で、これは、まあ、クワガタでいいと思うんですよね。クワガタが、まあ、ランド、まあ、グロスターちょっと諸説あるけど、さっきクワガタでグロスター押そうとしたら逆にボコられたしな。まあ、グロスター諸説あるけど、レヒレ、カグヤ、ランド、グロス、にはいけるから、クワガタ。で、あと、ヒートロトムがめんどくさいんで、直機持ってるランドロス。で、ラストはね、このパーティーだったらさすがに、ゲンガーよりはね、ルカリオのが刺さるんで、これでいこうと思います。心なしかなんか相手あれだな。僕、アバターをね、僕、好みのなんか、女に寄せてますね。うん。意識してるのかどうかはわからんけど、オタクが好きそう。絶対に負けねえからな。で、ランドから入って、ヒートロトム読みですね、これ。まあ、ヒートロトムか、ランドロスとかかな。グロスだったわ2戦連続グロス初手なんだけど、そんな出しやすいか。まあでも出しやすいか。うん。クワガタ以外にはグロスできるし、クワガタもなんかさっきみたいにね、試練とかあればね、普通に打ち抜けるんで。で、ここクワガタの下げます。さすがに冷凍パンチだと思いたい、ここは。で、ランド戻して、冷凍パンチプラス試練だったら、まあ、耐えると思うんですよね。さっき試練だったから耐えなかっただけで、レンチからの試練は、で、クワガノンって結構物理耐久ね、かなりあるんですよ。かなりあるんで、はい、グロスメガ進化、やめてほしいな。アイアンヘッドが一番いいですね。思念は一番だるい。あ、レンチ、オッケーオッケーオッケー。で、レンチ、まあ、これは、ほらね、このぐらいのダメージで抑えれるんですよね。んで、ボルチェン打つんですけど、ランドがいると出てくる可能性あって、ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、ランドが出てきたら、相手のランドに対しては、あ、なだれか。これ耐えますね。うん。なだれは、レンチであのダメージだから、オッケーオッケー。あ、ひるむなよ。お前マジ。おい、ここでひるんだろ、お前。ただのグロスの餌にされてるだけのクワガタだからな。ここ2000。で、回復して、ちょ、オッケーオッケー。ポルチェンプラス、ルカリオのインファで多分グロスは処理できるんで。あ、で、いきますね。てか、ここは電気技読みでランドとか来るかなと思ったけど、まあ、引かなかったってことは、ワンチャンいないのかな。で、ルカリオ投げて、まあ、ここはインファですね。受けに来るとしたらランドロスっぽいんだけど、ランドいないのかな。引いてこないけど。ランドいないんだったら、どういう選出になってんだろう。グロス、ヒートロトムいると思うんだけどな。グロス、ヒトム、レヒレとかかな。まあ、レヒレだったら確かにルカリオには後投げしづらいですから、まあ、インファに対しても、レヒレ、インファコメパンでぶっ飛ばされる可能性あるしね。で、ここでグロス処理できたのは大きくて、ランドロスいるんかーい。なるほどね。なるほど。あれか。スカーフじゃないからあれか。一応インファプラス、冷凍パンチ型のルカリオとかまで警戒して下手な後出しはしなかったってことですかね。ここトンボ打ってきそうだな。ランドロスとクワガノン見えてるじゃないですか。地面透かせるポケモンが僕の裏に2匹もいるんですよ。で、まあトンボ打ってくる可能性は結構あるんですけど、まあ僕はここランドロスに交代したんですけど、ランドロスにトンボ打たれて、まあ相手が裏のポケモンに引いてきたとしても、まあこっちクワガノン切ってからまあ展開できるんで、まあ、とりあえずランドでいいかなと思って。一番だるいのは、ルカリオで突っ張って、ランド側に自信打たれるのがね、こっちからすれば一番だるいんで。あ、オッケーオッケーオッケー。こんな感じでね。んで、ここは畑ですね。うん、ランドを突っ張ってきても持ち物落とせるし、裏になんか引いてきたとしても、あれか、HB ベースですね。ってことは回復機の実かなと思ったけど。あ、身代わりはやばい！身代わりはやばい。これあれか、ビルドか。身代わりビルド、自信、
撃ち落とすは岩石封じみたいな型のランドロスか。いや、これやばいな。一生起点にされてボコボコにされるかもしれん。ただ、回復木の実をはたけたという事実はめちゃくちゃ大きくて、これはたきプラストンボで相手のランドの身代わり割れるかな。割れたら結構でかいんですけど、割れなかったらかなり立ち回りが窮屈になるっていう。あ、撃ち落とす。なるほど。こいつ今日どんだけなるほどって言うんだ。うん。なるほどっていうワードにハマってますね。で、撃ち落とすか、トンボですね。トンボで身代わり割れたらどう、まあ、割れなかったとしても、まあ、撃ち落とすだったら、クワガロン、今一発耐えると思うんですよね。メガメタグロスの岩なだれで、あのダメージなんで、まあ、撃ち落とすって威力なんかめちゃくちゃ低いでしょ。20とかだっけ ?20 は、持ったな。40ぐらいあるかな。あ、しかも身代わり割れた。でかいでかいでかい。で、ランドを返して、これ、カリオはさすがに出せないですね。撃ち落とすされてるんで、相手のランドが自信打ってくる可能性が高いんで。クワガタ投げます。あ、ビルド、オッケーオッケーオッケー。ここはでかい。多分相手これあれだろうな。身代わりが、はたきプラストンボを耐える前提の、多分ビルドアップだったと思うんですけど、まあ、ここは結構でかい。で、メザ氷で、まあ、ビルド撃ち落とすも、クワガノンの耐久があれば耐えるっていうことをしたけど、引いてくる。バンギラス。牛舞っぽいけど。なんかパーティー的に牛舞バンギっぽいけど。バンギに牛舞された場合、こっちのランドも撃ち抜かれて、冷凍パンチとかあればね、ランドも撃ち抜かれて、まあ、もちろんクワガノン、ルカリオもね、クワガノンも岩技、ルカリオも地震とかでぶっ飛ばされるんで、ただ今回使ってるルカリオはね、バレットあるんで、まあ、牛舞されたとしても、これクワガノンのさざめきプラスバレットで多分バンギーしょれるから、まあ、いけると思う。慎重に行こう。ガンプ、牛舞型じゃないのか。ガンプは多分龍舞型じゃないや、さすがに。さすがにね、このバロー、なんとかみたいなね。うん。そう、僕、明らかに僕のことを意識して、付けられたトレーナーネームを使ってるやつには、まあ、負けないですよ。うん。その名前の大元に誰があるのかってことをね、この対戦をもって、身をもってね、知ってほしい。で、インファでバンギぶっ飛ばして、相手のラストランドロスなんですけど、まあ、負け筋があるとすれば、まあ、ランド、相手のランドに対して米パン外すぐらいかな。まあ、90% で勝ちで、10% で負けなんですけど、さすがにね、ルカリオも燃えてると思うんですよね。相手のバロキッズっていうトレーナーネームを見て、ボコボコにしたいと思ってるんですよ。その憎しみが、の感情が、この拳に宿ってるのが、俺にはわかる。なんでこのコメットパンチは、当たるんですわ。はい。これ当てれば、当てれたら、まあ、耐えられるんですけど、ま、さすがに勝ちですね。相手のランド、この HP、いくらビルドアップ持ってるとは言え。対面だったらビルドランドの方が絶対有利なんだけど、さすがにこの HP のランドロスをね、後出しランドロスでね、勝てないわけがないんで。終わりでーす。見てるか、バロギッツ。まあ、でも嫌いにならないでくれ、これ。この対戦と、まあ、この対戦が、の動画を見て、僕とポケモンのことをさ、嫌いにならないでほしいね。これからも頑張れよ。うん、対戦ありがとうございました。